見える開花メルマガこんにちは、一般社団法人開花 GP の村松大介です。今日はですねお客さんからご質問いただきました。この感謝業自分褒め、特に自分褒めなんですが、どういうふうにしたらうまくいきますかというところですね。で実際に感謝業自分褒めを続けられてですね、えー、ま開花のセブンウィークスとか 2D の方とかですね、あとトレーナーコースの方、えー、1週間10日ぐらいでどんどん,どん,どんこの親子関係とか家族関係とかですね、えー、すごくこうよく変わっていくんですね。えー、その うまくいく書き方というところでお話しさせていただきます。では、画面の共有に入ります。うまくいく自分褒め、感謝業のコツという形です。まあ、実際の書き方は、えー、私の方をご覧いただければと思います。でまずうまくいく感謝業、自分褒めのコツですが、1つ目が 自分のことをですね、一番こう可愛がってくれたおばあちゃんとかですね、保育園、幼稚園のの担任の先生、ほぼさんとかですね、この小学校1、2年生とか5、6年生の時の、この担任の先生がすごく褒めてくれたとか、こうねぎらってくれたとか、そのような感じにですね、客観的に今日一日の自分のことを、あの、の誰ちゃんよくやったじゃないみたいな感じのでですね、このねぎらいを響かせるとか、 褒めるとかですね、あと感謝を響かせるという形です。で、2つ目が、響かせるって何かなっていうと、自分が全部素粒子でできています。皆さん素粒子でできていて、で素粒子が紐でわーっとこう揺れてるんですが、そこ全部の小さな粒子がですね、このあ、よかったじゃないで、わーって揺れてるような感じに書いてあげるという形です。で、書かないで、 イメージでもいいんですかもちろんそれでもよくってで、書いて文言化、文章化してあげることによって、ですね自分の,この発信力もまたついていくので、えーかか、書く方がなおおすすめなんですが、えー、そうでなくても寝る前、布団に入りながら、あれよかったよな、ありがたいよなって響かせながら、こうしていっていただければと思います。と、3つ目が、1日の出来事をですね、感謝とか自分褒めで保存して寝ると、保存というのは、 USB メモリーにデータを保存するみたいな感じに、自分の一日の出来事をもう一回こう取り出して、ワードを開いて、文章を書き直して、上書き、保存するみたいな感じにです、ね、でこの自分の一日の出来事をもう一回こう振り返っていただいて、あこれ感謝だったらありがたいなっていうふうにえ捉えて、ですねでそこで保存するというような形です。でそうすると、脳のニューロンがどんどんつなぎ変わっていって、で1、2週間でどんどん動きますと。 でアメリカのです、ね、神経学の方で、バリナガさんという女性の方なんですが、その方の論文の中にですね、この脳みその刺激が1時間、その刺激をし続けると、そうすると脳の回路が2倍に。 2倍にこう太くなるってです、ね、脳のニューロンのシナプスつなぎ目のところがこの回路はです、ね、繰り返し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 やってるけど1時間で2倍にこう太くなるというふうに論文で書いています。でさらに3 3週週間間続けない3週間使わないい使わと その回路を切り離してですね、こちらの材料をよく使う方の回路にこうつなぎ替えるって言うんですね。なので、本当にこう繰り返し繰り返し継続して、感謝行事分褒めですね、をやっていただければと思います。もうちょっと共有に戻りますね。で、コツコツと響かせながらっていうのがすごく重要で、このノルマ的になってしまうと気持ちがこもって、 でなくってなくノルマ的にあもうめんどくさいなもうみたいに思っているとこのめんどくさいなを続けてしまうので響かせると。 いいいうこととをやっていただければと思いますで、あっ、こんだけこうだったんだっていうのを練習していくと、日常においても昼間ですね、あ今日の夜これを書こうみたいに、すぐこう感謝を探せたり、あたしここ頑張ったじゃんとか、よくやったねとかいうふうに自分自身をですね、この日中もねぎらう習慣がつくと、その瞬間にですね、昼間の間に、あっ、よかった、これありがたいなっていう響きを広げると、この、 皆さんからこの響き感謝の周波数とか自分をねぎらう周波数がその瞬間に出ているのでそこでこう現象が素敵なことが起こっていくので、えー、感謝業を自分を褒め合っていくとどん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 変わっていくという形になっていますなのでぜひこの習慣化してあげることとあと響きですね響きがすごく大事なので あの、書くことも重要ですし、ありがたいなーって、こう、響きをやっていっていただければと思います。それがですね、このうまくいく秘訣なので、ぜひそこをやっていただければと思います。で、詳しくはですね、こちらの自分発信で願えるか、願いを叶える方法の中に、えー、どういうノートがいいとかですね、どういう時間でどういう書き方とかっていうのを書かせてもらっているので、そちらをご覧ください。 ご参考いただければと思います。そういう風にして皆さん、ぜひあららで、ぜひ皆さんがですね、この幸せな響きを広げていっていただければと思います、えー。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。